知らないんです。これすっごい気になるんですけど、ちょっとわからないです。川がこの通路を通って、ここに頑張れ頑張れ、止まってます。お、すごい、飛びます。うわー、柔らかくなってる、はい、これもしかして、あれもしかして突き落とすと壊しながら生活をしているようなところが、内容もまた飛び出ちゃう。突撃地球の研究室、ラブラブキュー、始まるキュー。さてさて、今回は今年最後の動画じゃぞ。そうなの？ちょちょ、そうなんじゃ。一年の締めくくりにふさわしい企画じゃぞ。科学が大好きな人たちが集まって、いろんな科学を知れたり体験できるイベント、サイエンスアンゴラに潜入して、いつも以上にたくさんの科学を一気に学ぼうというわけね。なんでそこまでわかっちゃうのかは謎じゃが、正解じゃ。やったー。エイト特派員が地球の皆さんに、地球にはどんな科学があるのか質問したり体験してきたんじゃ。楽しみー。それじゃあ行くわよ。ポチッとされ。どっかで本物のワンちゃん泣いてます。あれ、ここの摩擦の、はい、力で。おお、すごいリアルなワンちゃんの声ですね。これ僕たち知ったら惑星球ももっと豊かになれますかね。はい、きっと病気が、もう少し減ると思います。人文だから人についてとか文化についてとか、社会なので社会についてとか、そういうことについて考える学問。地球にもいろんな文化があるんですか。ありますね。それこそ住んでる人の数だけあります。地球は将来全てのゴミが資源と呼ばれる社会になっていると思うので、ぜひそちらの惑星でも一緒に進められたらと思います。これ知らないんですか。これすっごい気になるんですけど、ちょっとわからないです。実は、はい、学研の科学というのが7月に復活しまして、はい、それの第1号水素エネルギーロケットです。水素エネルギーロケット、あ、っていうことはこれがピューンって飛ぶんですか。もちろんです。しかも自分の力で電気を起こして飛ばすとかある。自分の力で電気を起こす、本当ですかね。これやってみて。中に人が入っていて、僕が動かして飛ばしたように見せて、中の人がえいってやったりするんじゃないんですか。それは惑星球ではそうかもしれません。はい、学研の科学では自分でエネルギーを作って、そして発射して飛ばすことができます。じゃあ回してみます。そうですか。そうです。なんか溜まってますか。見てください。あ、なんかすごいです。泡がシュワシュワし始めました。ここで出た泡がこのチューブを通って、ここにエネルギーが溜まってます。まだですか。 OK です。ありがとうございます。よし、エネルギー満点。はい、ということは月を目指して、月を目指してここで角度を調整できます。角度、あ、これだと真上に行っちゃいますよね。あ、3、2、1でいきましょう。はい、いきますよ。3、2、1、発射。よいしょ。おー、月を超えていきましたね。さすが。ちょっと気持ちが、向上心があったみたいで、ちょっとより高く飛んでしまいましたけれども、すごい自分の力でこうやって飛ばせるんですね。はい、感激しました。ありがとうございます。ありがとうございます。今の地球っていうのは、なんかちょっと我々どうしても地球をちょっと壊しながら生活をしているようなところがある。でもやっぱりそれはどっかではそうしないようにしなきゃいけなくて、それが今地球では問題になっていると思うんですけど、で惑星球さんにはそこはぜひ問題にならない形でうまく生活をしていってほしいっていう思いがあって、太陽などから来る無尽蔵なエネルギー光をうまく使って
発展していってほしいと、科学にはロマンがあると思います。まあ、科学を題材にしたフィクションから学べることは多いのではないでしょうか。どんな星でも大事な最初に地球人が行くとしても最初にやる大事なことなので農業と建築します。曲が、歌が聞こえてきましたけど、これなんかすごい気になりますけど、あ、すいません、はい、なんかここのブースすごい素敵な歌が聞こえてきて気になっちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。私たちは物質材料研究機構という茨城県つくば市にある国立の研究所のブースなんですね。 YouTube もやっているんです。いろいろな動画を出していまして、今回材料研究ですね、物質や材料の魅力を伝える YouTube の動画の紹介をするためにたくさんブースを出しております。あ、そういえば奥にいろんな動画がありますけど、はい、あ、これが、YouTube で公開されている動画たちなんですね。ありがとうございました。何が体験できるんでしょうか。はい、じゃあ、ですね、今日実験をしたものから2つ、熱伝導とそれから形状記憶材料、この2つを、体験していただこうかなと思います。はい、はい、まずここに3枚の板があります。これがステンレスですね、金属の、はい、そしてこれが金属の銅です。はい、でこれが秘密の板です。秘密の板気になりますけどね。で、はい、このここにある氷を切ってみましょうという実験です。はい、氷を切るですか。はい、そうするとですね、まずこのステンレス、これをこんな風に持ってみます。はい、これを氷で入れてみると、あんまり切れないですね。切れない、氷って硬いですね。硬いです、はい、で次に同じことをこの金属の銅でやってみます。はい、そうするとどんな感じになるか。切れ方変わるんですか。あ、スッと入ってる感じが。そうですね、なんとなくこう入ってってる感じがしますね。はい、銅というのはこのステンレスに比べると熱の伝導がすごくいいです。はい、なので僕の指の熱が伝わって、この熱で氷を切っていきます。はい、あ、先生の指があったかくてそこからドゥンドゥンドゥンと氷に熱が伝わって、はい、だから逆に氷の熱も僕に伝わってくるので結構指冷たいですよ。あ、じゃあ切れ味がいい方が冷たいんですか。はい、そしてこれが最後の秘密の板です。秘密の板どうなっちゃうんですかね。これちょっと同じように同じところ切って、意外と切れないとか、はい、せーの、すごい奥に入っちゃってますけど、はい、え、もうそろそろ取り抜けます。え、これ本当に入ってるんですか。こんな感じです。うわ、こうやりますと、でステンレスで切れないですね。本当だ、はい、氷の硬さです ね、 ですね。これでさっきの指がちょっと切れる。これやってみましょう。イメージ通り切れませんでしたが、はいはい、これはどうでしょう。これもどうなのかな。それはお少し切れますね。あ、切れました、はい、あ、すごい入ってる、はいはい、そこで問題はこれです。これをやってみます。この謎の板、はい、でこれがどうなるんでしょう。ちょっとやってみますけど、はい、うわ、すごいすごい切れ味です。あ、そして手がすごく冷たい、はい、そうですね、はい、そうです。うわ、熱をとってもよく伝える材料なんですね。先生、想像以上に冷たくてびっくりしました。はい、なんだと思います。冷たくなるから。実はそれも氷。残念でした。これですね、実はそう見えないんですけど、はい、ダイヤモンド。ダイヤモンドなんです。あ、実はダイヤモンドってとっても熱をよく、はい、通す材料で、はい、物を冷やすためにその熱を伝える力を利用できないかということで注目されている材料なんです。先生、ちょっと気になっちゃったんですけど、はい、でもお高いんでしょう。この板でだいたい15万円ぐらいです、はい、あ、そうなんですね、はい、これただこれが、研究用の板なので実はダイヤモンドってすごく安いんですよね、はい、原料は炭素なのでこれは高くないです。それから今100円ショップなんかに行くとダイヤモンドをコーティングした金属用のガラスなんか100円で売ってます。というように小さいダイヤモンドというのはすごく安い。
だからこれをうまく使うことで熱をよく伝える材料にして、それをいろんなことに使えないか、そんなことを研究している人たちがたくさんいます。ダイヤモンドって指輪のもう高価なもの、はい、装飾品っていうイメージがありましたけど、僕たちから見るととてもいい機能を持つ材料なんです。宝石よりももっともっと僕らにとっては大切な機能があります。このプラスチックちょっと持ってみて、これも体験してもらって大丈夫ですか、はい、こう僕持ってますんでちょっと触ってみて、はい、引っ張ってみてください。あ、全然硬いですね。硬いですよね、はい、これをこのお湯につけます。はい、40度ぐらいの湯ですかね、はい、なんか柔らかくなって、あ、くたくたになってる感じが、はい、じゃあ今度これをまた持っていただけるでしょうか、はい、これを持つ、はい、引っ張ります。うわー、柔らかくなってる、はい、じゃあここでちょっと、はい、あ、止めましょう。それでグニャグニャにしちゃいますよ、はい、じゃあこれでグニャグニャになりましたね、はい、もう一度お湯の中につけてみていただけますか。ちょっともうこの子ダメそうな感じですけど、はい、ダメそうな、失敗しちゃいますよ。はいはい、あれどうでしょう、あれこれもしかして、あれもしかして生き返りましたか。生き返りましたね。え、はい、元の形に、うわ、戻りました。怖いです先生、はい、これで何ですか、生き物ですか。ちょっと冷やしてやると元通りの板です。これあ、伸びない、はい、伸びないですね、はい、これ実はスマートポリマーです。元のこの形を記憶して、はい、お湯の中でぐっと伸ばしてももう一度柔らかくしてるこの形に戻るという材料ですね。でしかもこの戻る温度すごく細かくコントロールすることができます、はい、例えば体温よりもちょっとだけ高い温度で変形するようにしてると、その中にカプセルをつけて作って薬を詰めてるんです、はい、普通の体温では反応しませんが、炎症があったりするとちょっとそこ熱くなりますよね。そこだけでカプセルがポッと開いて薬が出る。そうすると他のところに影響を与えず強い薬を使うことができる、そんな材料になるかもしれないっていうのを研究してますね。楽しかったです、ありがとうございます。お姉さんもありがとうございました。またぜひ材料に興味を持ったらニムスのチャンネルも見てみてください、はい、よろしくお願いします。僕たちの惑星級にも伝えに行きます。はい、よろしくお願いします。はい、気をつけて。地球の生き物はタンパク質でできているんですね。やっぱまあ宇宙人何でできてるんだろうって知りたい、逆に。あ、なるほど。向こうの体を教えてもらえたらいいかな。ライオンもまた飛びでじゃれてくれるって書きました。はい、というわけで2日間の結果発表です。こちらです、どどん。なんとこんなにたくさんのコメント、メッセージいただきました。やったもっと豊かで幸せになりそうです。というわけで地球のみんなありがとう。地球には素敵な科学がいっぱいあるのね。面白い科学も大切な科学もいっぱいあるんじゃな。来年ももっともっといろんな科学を学んでいきたいの。うん、それから地球のみんな、今年もいっぱい見てくれてありがとう。地球の皆さんに感謝じゃな。それでは皆さん、良いお年を。地球のみんな、見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。